久保さんこんばんは、坂井奈美です。毎日お世話になりましてありがとうございます。今日はですね、音声でのお届けになります。今ですね、現在の時刻が2時5分なんですけれども、今日はですね、ちょっと日付変更線超えちゃってますけれども、夜の11時ぐらいに帰宅をしまして、ですぐですね、ダイザロス立ち上げにおそらく時間かなり時間かかるであろうと思いまして、帰宅後ですね、すぐに、ダイザロスの復元作業を行いました。で、11時ぐらいにスタートして、今もう2時台なんですけれども、まだですね、ブロックチェーンの同期をしてまして、で、私ウォレット2つに分けているので、まだですね、1つ目の、ウォレットの、ブロックチェーンの同期をしていまして、11時から始めて現在今やっとですね、71.6% 同期されましたということで、同期が進んでます。で、最初ですね、昨日、Mac で、ウォレットの復元をやってみたんですけど、やっぱり全然ダメで、で、今朝もですね、もう一度、できれば Mac でやりたいなと思ってまして、やってみたんですけども、もう Mac の方はやっぱりちょっと難しいみたいですね。で、もう諦めて、今度はですね、今日、帰ってきてから Windows 10の方で、復元作業をやってみたところ、一応ですね、まあ、同期が開始されまして、今、71.79% になりましたね。まあ、ただ11時からやってるんで、11、12、12、もう3時間以上かかってる状況ですね。はい。で、ちょっと Mac の、今、Windows の方がそんな感じで、ウォレットの、ごめんなさい、ウォレットじゃない、ブロックチェーンの同期をしている途中で、で、Mac の方はちょっと他の、データをちょっとですね、なんだっけ、ごめんなさい、名前忘れちゃった。ちょっと編集中なんですよ、すいません。で、そっちの編集もなんとですね、非常に時間がかかっておりまして、まあ、ちょっと長い、すごく長い動画を、作ってたので、ちょっと使えなくてですね、なんか結局パソコンが全然使えなくて、音声でのお届けという形になってしまってます。申し訳ありません。で、ですね、昨日のリラクゼーションのね、お話なんですけども、ちょっとね、あまりにもちょっと大きな言い方をしすぎたかなとも思ったんですけども、まずリラクゼーションの内訳をね、ちょっとお話をしようかなと思ったんですけど、一言でリラクゼーションと言ってもですね、まず、久保さんが気にされていた、まあ、専門の人たちのね、鍼灸師さんたちですよね、鍼灸師さん、国家資格を持つ鍼灸師さんがいらっしゃいます。それから、民間資格を持つ私たちみたいな、整体師、それから最近出てきた、国家資格の柔道整復師さんですね。今はその、柔道整復師さんを育てるための、専門学校が、ね、できてしまったので、もう毎年ですね、大量の柔道整復師さんが卒業して、世の中に出ていくというね、ちょっと恐ろしい状況があります。それと、もう一種類の方々っていうのが無資格の方なんですね。全く資格も持ってない、昨日まで素人だったんだけど、まあ、3日から1週間ぐらいの研修で、旗から見たらプロっぽく見えてるけども、まあ、プロっぽいことをしているみたいなね、そういう無資格の方、全部で4種類に分かれると思うんですよ。もう一回繰り返すと、国家資格を持つ鍼灸師さんですね、専門の方々とかが、昔からやっている鍼灸師さん、それから、私のやっている、民間の、資格を持つ整体師、それから国家資格を持つ、柔道整復師さん、それから、無資格の方、大枠この4つに分かれると思うんですよ。それで、一番最初 の全盲の、方々とかの、鍼灸師さんっていうのは、自分の、まあ、家のね、一角、一室で、治療院という形でやっていたり、あるいは、ですね、今、意外とこれは、食べていけてるなと思っている方々が、その鍼灸師さんの方々がですね、よく健康診断とかで利用する施設に、就職をして、で、健康診断の、なんか、サービスとして無料で、マッサージを提供するというね、まあ、お客様からは希望を取るみたいなんですけどね、マッサージ、無料のマッサージを受けますか、受けませんかという形で、提供しているので、まあ、無料なので、あまり上手下手関係なく、クレームも少ないという形で、で、まあ、お給料もちゃんともらっていると、という、そういうね、食べていき方っていうのを、鍼灸師さんたちですね、結構やってらっしゃる方もいらっしゃいます。で、あとは、私たちみたいな、ちょっとその前にですね、民間、国家資格を持つ、柔道整復師さんですね、そっちを先に言いたいところですね、柔道整復師の資格を持っている方々っていうのは、要はもうファックス1枚で厚生省かなに、厚生省にファックスを送ることで、要は保険点数ですよね、保険点数稼ぎができるんですよ。なので、まあ、要は国家資格を持つ人たちってみんなそうなんですけどね、保険点数稼ぎができるので、別に、大して儲かってなくても、カルテとかって適当に書き換えができるんでね、書き換えをして、国に申請を出して、保険点数稼ぎで、稼いでらっしゃる方々っていうのが結構いらっしゃいます。で、大きな、それがね、国の方でも大きな問題になったのが2回ぐらい過去にあったらしいんですけども、ただ、そもそもがお国の方でもちょっとその辺に関する不正行為的なことをやっているらしく、まあ、もみ消されてしまっているという現状があるらしいです。なので、まあ、柔道整復師の、まあ、資格を持っていれば、まあ、なんとか食べてはいけるという現状もあります。はい、それと、問題になるのが、まあ、私の持っている民間の整体師ですね。民間の整体師に関しては、本当、まずが技術がないと難しいですし、あとは技術があってもやっぱりサービス業なので、技術プラス、サービス面で、お客様との接客とかですね、がうまくやっていけないと、ちょっと食べていけないということで、民間の整体師さんに関しては、1000人資格を取ったとしても、本当に食べていってる方は、まあ、10人いないんじゃないかというふうには言われてます。はい。で、あとは、今、私が、問題としてるのは、その、無資格の人ですね。無資格の人と、あと、まあ、資格を取って、民間資格を取って、整体師とかの民間資格を取って、まあ、リラクゼーションの大きなお店ですよね。久保さんがテモミンっていうふうにおっしゃってましたけども、まあ、テモミンみたいな大きなお店に入った場合に、この前、私が、言った数字っていうのは、あれはまあ、実際私が、やってどんなもんなのかなっていうのをやってみて計算を出した数字なので、かなり金額的にはいい数字なんですよ。それこそもう、私そういうところに入っちゃうと、やっぱり締め取れてしまうんで、本当にこう、いい数字です。なので、8時間、待機をしたとしても、まあ、8時間待機をすると、まあ、私だと正直8時間バッチリ入れちゃうんですけども、やっぱりですね、資格を持ってなくて、そこに入ってから技術をこう、まあ、教えてもらったとか、いうレベルの人とか、あとはまあ、整体師の民間資格を取って、そういうところに入っても、やっぱりね、全然資格じゃない、指名取れない人っていうのも多いんですよ。で、そうなると、そうですね、8時間だと大体5、6人は、施術ができるんですけども、指名取れる人だと5、6人は入れるんですけども、自分で指名取れない方だと、8時間待機をしても、1人とか2人しか入れないっていう場合もあるんですよ。それはまあ、お店の規模によってとか、お店の、スタッフの人数によってとかで変わってくるんですけど、もう、本当にこうね、1人2人しか1日で入れないと。で、そうなると8時間待機をして、もらえる報酬としてもらえる金額が、3000、4000円ぐらいとかってことが、これ現実的にありえてるんですよね。で、ただなんでそこ
こで皆さんが声を上げないかっていうところは、やっぱりね、それこの前の動画でもお話してるんですけども、お金を稼ぎたくて、そういうところに行ってるって人は少ないからなんですね。どちらかというと、そういう仕事が好きで、そういうお店に勤めに行ってるって方がほとんどなので、苦情が出ないという現実もあり、ちょっとね、その辺はまあ私、ちょっとこう、なんていうんですかね、ある意味クールに見た場合っていうのかなっていうのと、まあ何も仕事なくね、ボケっとしてる人たちを見て、まあ、限りある人生の中でですね、まあ待機の時間っていうのは何もしちゃいけないとは言われているものの、本当に何もしないんですよね、皆さん。なので、なんかこう、人生もったいないんじゃないかなっていうのと、あとは、ただ、人生もったいないといえども、やっぱり店の、やっぱり決まりっていうのがあって、他のことをやっちゃいけないっていう決まりがあると、やっぱりできないっていう現実もあると思うんですね。で、まあ何店舗かこうね、いろんなお店の、裏方をね、覗かせていただいたところ、やっぱりどこのお店もそういう状況なんですよ。指名を取れる人っていうのは、もう一日中施設に入り、そして指名を取れない人っていうのが、もう本当一日中何もすることなくボケーとしていたり、まあ人によっては居眠りをしていたり、あと人によっては一日中タオルを洗濯したり、たさんだりしてると、干したりたさんだりしてると、人がいたりと、まあ人にもよりなんですけどね。でも、限りある人生を、もうほぼ、そういう時間って無報酬なんでね、無報酬でなんか、よその店舗のためにそんなことしてていいのかなっていう、そんな思いもありで、まあその辺はもし変えるとしたら、法の力っていうのが必要なのかなというふうにも思うものの、まあやっぱりね、業務委託契約という形なので、業務委託契約である限り、まあね、時給いくらってわけにもいかないですし、難しいところではあるんですが、まあその辺が、やっぱり、ね、経営者優位の、仕組みであり、まあ私なんかは逆に、私も正直そういうふうにして、今までスタッフをね、雇ってきた身であるので、スタッフの人数がいればいるほど、まあ稼げるわけなんですよね、お店としては。なので、ちょっとその仕組みは、そう、経営者にとってはありがたい仕組みではあるんですけども、お勤めの立場の方々からすると、どうなのかなっていう、ところがあり、そう、まあね、一人一人の、なんていうのかな、そういう部分っていうのは一人一人がね、私から見ると変えていくこともできるんじゃないかなとも思うんですが、またその辺っていうのはね、人がいい人が集まる業界でもありますので、まああまりこうね、騒ぎ立てる人もおらず、みたいな、ちょっとね、本当難しい部分かと思いまして、そうですね、だからどちらかというと、民間資格の整体師資格を持つ人と、無資格の人たちですね、が、まあ、勤めると言ったらですけど、まあ入っているスタッフとして働いている施設に関して、というのが、の、まあ、そういう施設の金銭についてっていうんですかね、が、今回の課題としたところではあります。で、鍼灸師さんとか、柔道整復師さんっていうのはちょっとまたね、違う側面を持っていまして、その厚生省とのつながりっていうのはね、やっぱりあるので、食べていけなくないんですよね、変な言い方なんですけど。そう、だからその辺っていうのは、まあ、ただ、毎年今ね、もう本当専門学校から毎年のように大勢の人数が卒業して世の中に出ていってるので、数が多すぎてね、食べていけなくなるっていうのは今後ね、あると思うんですけども、ちょっとそれはまた別の問題で、ちょっとね、私が取り上げたいのは、そのね、民間資格の整体師資格を持っている人たちと、無資格で、まあ、3日とか1週間とかね、技術を教えてもらってデビューした人たちの、そういう人たちの業務委託契約の人たちの、まあ、報酬についてですね、っていうのをちょっとね、問題視、したいなというふうに考えてます。はい。本当ね、今、その業界ね、確かに市場は大きいんですけども、なんていうのかな、昔なかった仕事、パソコン仕事とか増えてきてますし、あとスマホなんかもね、昔なかったものが出てきて、肩が凝ったり目が痛くなったりとかね、そういうあと腰が痛くなったり座りっぱなしで腰が痛くなったりと、そういう人たちが増えたことで、まあ、リラクゼーション業界にお客様も、まあ、増えてるわけなんですけども、ただ現実的にはですね、やっぱり今回も本当私も経験したんですけども、コロナみたいなねことが起こってくると、本当なんかお店がねパタパタと本当一気になくなって、もうびっくりしたんですけども、なんか一気になくなって、うちは逆になんかもう本当になんかこれでもかっていうぐらいにお客様いらっしゃってくださって忙しかったんですけども、最初ね何が起こったのかわからなかったんですよね。なんかコロナ、世の中コロナだっつってね、なんかまあ、こういうお店には人が来なくなるのかなと思ってたんですよね。新潟県からの休業要請なんかも出て、お店の営業もストップがかかった時期もありましたので、あまりこう人が来なくなるんじゃないかなと思っていたんですが、その休業要請が明けた頃から、もうこれでもかっていうぐらいに新規のお客様がたくさんいらっしゃったりして、なんかおかしいなと思っていて、まあ、要はちょっと忙しすぎて調べる時間がなかったんで、現状を把握するのが遅くなったんですけども、まあ、現状ね、分かった時には、要は他の店がみんなこう、倒産してなくなっていたというのが、事実だったんですよね。だから、みんなね、どこの店も経営的にはね、本当ギリギリでやっているっていうのが今回、そのコロナの影響で、分かりました。はい。というね、そんな感じなんですけども、まあ、どこの業界も本当ね、厳しい状況ではあると思うんですけども、ただちょっとね、あまりにも本当正直言うと生活保護よりもまだ厳しい状況に皆さん置かれてるんじゃないかなと、そんな風に、思ってます。はい。まあ月ね、要は10万もらえ、8時間もいて、月に10万ももらえてない人がいっぱいいらっしゃるっていう、もうぶっちゃけ話はそっちなんですよ。この前ちょっとね、YouTube の動画だったので、この前の数字は私がやってみた結果の数字なので、ものすごくいい数字なんですよ。この前の数字っていうのは。15、6とかっていうのは、いい数字で、本当、指名の取れない方々っていうのは、1日8時間労働したとしても、10万にもいかないですね。はい。っていうのが現実です。なので、ちょっとね、その辺に何か、メスが入ってくれて、ちょっといい具合に変わってくれるといいなという願望ですね。はい。ということで、すいません、長くなりましたが、はい。今日はですね、音声でのお届けになりました。久保流の、ちょっとですね、何かいい思考をこの世の中にですね、流していただいて、何かこの業界ですね、変革を起こせたら、嬉しいなと思っております。はい。明日はですね、ぜひパソコンを、使って動画をお届けしたいなと思いますが、はい。ちょっとどうなることやら、まだですね、同期の方が 74.24% と、ほんと進まないんですよね。はい。まあ、そんな感じなんですけれども、もう1ウォレット、同期しなくちゃいけないんですけども、はい。なんとかね、明日はパソコンの方を使いたいなと期待してます。はい。今回は以上となります。毎日お世話になりまして、ありがとうございます。それではまた明日、よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。